東京ドームです。ジャイアンツ対タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の上原、タイガースの先発は左の井川、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の上原マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは真由美、はい、第9球投げました。ボール、まずはアウトコース高め、投げました。ボール、第3球を投げました。決まってストライク。第4球を投げた、これはいい当たりだ、いったー、一貫板直撃、先頭打者ホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは2番赤星、赤星背番号53、第9球投げた、初球外れてボール、第2球ボール、第3球を投げた、空振り、さあ4球目打ちました、三遊間の当たり抜けた、赤星ナイスバッティングです。バッターは3番バース、投げた、初球外れてボール、第2球投げた、ストレートはボール、外角高め、第3球を投げました、ストレート、タイミング合いません。第4球を投げました、打ちました、センター前に出る、センターフライ、飛距離は取りました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9、一塁ランナー走った、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。さあ次の投球、ストレートはストライク、少し迷ったか、第3球を投げました、フォーク決まってストライク、追い込んでいます。セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ、ボール、外角低め、第5球投げました、ボール、第6球を投げました、打ちました、センター落下点、掴みました、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。背番号6、第9投げた、これは引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが掴んで、これで3アウトになります。1回の表が終わって1対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。左の井川マウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、1点を追いかけます。ジャイアンツ攻撃に入ります。トップバッターは西、さあ次の投球、投げた、決まった、ストライク、伸びのあるストレート、第3球を投げた、ストレートはボール、アウトローへ、第4球を投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール、投球これから5球目、流し打ち、どうだ、打球はライト右へ、ファール、投げた、流し打ち、クリーンヒット、西、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。投げました、ストライク、まずは見送りました。第2球直球見送ってストライク、早くも追い込まれています。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げました、ストレート、空振り三振、清水3球三振に倒れました。
まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一度一塁牽制球です。タッチはセーフ。投げました。初球サークルチェンジ、空振り。さあ次の投球、2球目ストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、外角空振り三振。おお、3球三振。バッターは4番長嶋。第9、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました。直球ストライク。バッター追い込まれました。第3球は打ちました。いい当たり、センター前、クリーンヒット。長嶋ナイスバッティングです。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。第9、見送ってボール。さあ次の投球、ボール。第3球を投げました。低め見送ってストライク。投球これから4球目、打ちました。ショート右横のフライになりました。ショート落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。ジャイアンツ2塁までランナーを進めましたが、同点に追いつくことはできませんでした。1回の裏が終わりまして1対0です。2回の表タイガース攻撃に入ります。この回のトップバッターは矢野。第9、投げた、スライダー決まってストライク。まずは決めてきました。投球これから2球目、打ったいい当たりだ。打球は右中間に上がっている。センター前ヒット。矢野いいバッティングを見せました。バッターは7番鳥谷。鳥谷背番号1。第9、投げた、初球から打ってった。取りました。矢野飛び出している。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、打ちました。初球打ち、セカンド左横のフライ、セカンドキャンパスの横、取りました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、ストレート空振り。第3球を投げた、アウトローを見送ってストライク。さあ4球目、ボール。さあ投球は5球目、ボール。第6球をランナースタート、あっと引っ掛けた。西バックしていった、取りました。これで3アウト、一塁ランナー矢野残塁に終わりました。2回の表が終わって1対0です。2回の裏1点を追いかけます。ジャイアンツ攻撃に入ります。先頭バッターは高橋。第9、投げました、初球に送ってストライク。伸びのあるストレート。第2球投げました、打ちました。打球は三遊間へ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番坂本。第9、投げました、低め決まってストライク。まずは見送りました。第2球ストレート見送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球は外れた、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。投球これから5球目、打った、打球はライトへヒット。坂本ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。背番号10、まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げました、初球はストライク。投球これから2球目、ボール。投げた、打った、抜けた、センターからサードへ。阿部いいバッティングを見せました。ジャイアンツ同点のチャンスを迎えます。2塁ランナー3塁へ向かう。ボールを取る、1塁送球、和田取ってアウト。上原送りバントを決めました。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。さあ次の投球、サークルチェンジ空振り。
投球は3球目、投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げた、4球目空振り。追い込んで投げた、内角際どい球、ボール。投球はこれから6球目、打った、流し打ち、クリーンヒット、ボールが転がる、二塁ランナーそのままホームへ向かった。面白い展開になってきました。2対1。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。バッターは2番清水。今日の第一打席はスイングアウト。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。第2球、危ない球。第3球は打ちました、センター前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。2回が終了しまして2対1、ジャイアンツこの回逆転に成功しています。タイガース、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは真由美、初球外れてボール。投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げました、打った、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番赤星。第9、初球フォークボール空振り。第2球、投げました、直球ストライク低め。さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、完全に外れた、ボール。次が4球目、投げました、ストレート、空振り三振。バッターは3番バース。第1打席はセンターフライに倒れています。初球決まってストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、投げました、決まってストライク。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げた、インコース高めいっぱい、見逃し三振。上原、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって2対1です。ジャイアンツ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは王。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、鈍いゴロ、取りたい、取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番長嶋。第9、投げた、初球打ちました、センター前進、打ち返した打球はセンターへ、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番松井。第1打席はショートフライに倒れています。打ちました、あっと引っ掛けた、ファースト右横のフライになりました。掴んで、これでスリーアウトになります。ジャイアンツ、クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。序盤終了しまして2対1です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは掛布。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球、投げました、外角高め、外れてボール。第3球を投げました、フォークボール見送ってストライク。追い込んでから第4球を投げました、打ちました、レフトへの打球、レフトを掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番金本。第1打席はライトフライに倒れています。スプリットはボール、まずはインコース。第2球、投げました、ストライク。投球は3球目、投げました、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば同点だ、さらに伸びていく、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番矢野。第9、投げた、スプリット決まってストライク、まずは決めてきました。第2球、投げた、アウトロー際どい球、ボール。
第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った、取って、これで3アウトチェンジ。上原この回ピシャッと3人で抑えています。4回の表が終わって2対1です。4回の裏ジャイアンツ攻撃に入ります。この回のトップバッターは高橋。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球、直球ストライク。第3球を投げました、ボール。投げました、打ちました、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番坂本、これが2度目のバッターボックス。投げました、外角低め、ボール。第2球、低め外角ストライク。第3球を投げました、打った、またダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは8番阿部、今日2度目のバッターボックス。第9球投げました、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、1つ外した、ボール。第4球は打った、痛烈な当たり、取りました、これで3アウト。ジャイアンツわずか3人で攻撃が終わりました。4回の裏が終わりまして2対1です。5回の表タイガース攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鳥谷。第1打席はセカンドフライに倒れています。投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第2球投げた、インハイ、フォークは外れて、ボール。第3球を投げた、まっすぐ空振り。投げました、外れた、ボール。次が5球目、決まってストライク。さあ6球目、投げました、打ちました、レフト前進、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。さあリプレイです。バッターは8番和田。第1打席は内野フライに倒れています。投げました、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから投げました、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球はボール。次が4球目、投げました、流し打ち、どうだ、ヒット、ライト前ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、バッターランナー2塁でストップ、和田ツーベースヒット、ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターはピッチャー井川、第9投げた、ボール。まずは外角低め、セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。投げた、低めいっぱい、ストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、打ちました、打球はセンターへ、取りました、ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、ボール。まずは内角高め。さあ次の投球、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、アウトロー、空振り、追い込んでいます。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ、見送ってボール。さあ5球目、ボール。第6球を投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。
第1球投げました。初球はストライク。まずは決めてきました。第2球投げました。打ちました。いい当たり。ボールはライナーでライトへ。ヒットになります。和田一気にホームへ。まずは同点。赤星タイムリー。ジャイアンツなおもピンチが続きます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。第1球投げました。初球空振り。少し迷ったか。第2球投げました。これも空振り。これで追い込みました。追い込んで投げた。ボール。一塁牽制、タッチはセーフ。上原再三ランナーを牽制します。空振り三振。リプレイをご覧ください。上原やりました。ジャイアンツ流れを引き寄せにかかります。バッターは代打新岡。第1球投げた。変化球ストライク。アウトローへ。第2球投げた。打ったいい当たりだ。センター前ヒット。クリーンヒットです。新岡ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。打順はトップに帰って西。まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げた。初球打った。一、二塁歓迎。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ツーアウトランナーなくなりました。ストライク。胸元厳しい球。伸びのあるストレート。1球目ストライクから第2球。2球目空振り。追い込んでから投げた。打ちました。キャッチャー落下点に入りました。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして2対2同点です。上原降板。マウンドに上がったのは山口。今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げました。ボール。第2球チェンジアップ空振り。タイミング合いません。第3球流し打ち。ファール。さあ4球目ストレートはボール。第5球投げました。打った。ファースト強襲。セカンドバックアップ。山口取ってアウト。掛布いい当たりでしたがファーストゴロに終わっています。これでワンアウト。ランナーは初球ストライクから第2球投げました。シュートはボール。インローへ。第3球を投げました。打ちました。第4球を投げました。外角高めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。打ちました。ファールボール。第2球投げた。シュート見送ってストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目。アウトコース高めいっぱい。見逃し三振。山口ナイスピッチング。ジャイアンツこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターはさ打った。これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。打球はそのまま伸びていく。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。おーツーベースヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。先ほどのプレーです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは長嶋。この後に控えているのは松井。第2球投げた。スライダーはボール。投げた。ストライク。
投げた、空振り、タイミング合いません。投球これから5球目、アウトロー、ボール。さあ6球目、打った、切れていきます、ファール。投げた、打った、赤星落下点に入った、掴みました、ボールは中継。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか、振り返って2塁牽制球。第2球投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、和田ボールを取る、セカンドから1塁送球、井川取ってアウト。バッターは6番高橋、大きな声援が届いています。投げました、初球空振り。第2球投げました、アウトコース低めストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球は打ちました、ファール。第5球投げた、ボール。投げた、スライダー、空振り三振。アウトコースの変化球にやられました。さあリプレイです。中盤まで終了しまして2対2、現在同点です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは鳥谷、今日はセカンドフライとレフトフライ。チェンジアップはボール。投球これから2球目、アウトローへストライク。第3球を投げた、チェンジアップ見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は初球見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番和田、今日3打席目、見送ってストライク。第2球投げた、打った、これはセカンド正面、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー井川。第1球初球スライダー空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げた、アウトコース高め、外れてボール。第3球を投げました、まっすぐ見送ってストライク。第4球を投げました、外角低め、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。山口、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回の表が終わって2対2、7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは坂本。第2球投げました、サークルチェンジ決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、センター下がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは阿部、これが3度目のバッターボックス。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げた、外角高め、外れてボール。投球は3球目、投げた、インローを見送ってストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げた、ボール。次は5球目、決まってストライク。第6球を投げた、マシンで捉えた、抜けた、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターはピッチャー山口。第1球初球送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、ピッチャーから一塁送球、一塁はアウト、スコアリングポジションにランナーを進めました。ジャイアンツ勝ち越しのチャンスを迎えます。第2球投げた、2球目空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ライト
続いています。さあここで試合の流れを左右するターニングポイント。第1球投げました。ストレートはボール。第2球投げました。打ったい当たりが伸びた。伸びていった。ジャイアンツここで勝ち越しました。ランナー2塁でストップ。清水タイムリーツーベースヒット。初安打。ジャイアンツやりました。これで勢いがつきそうです。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。井川降板。左の中野、厳しい場面での登板です。どういった立ち上がりを見せるか。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げました。あっと、いった。一直線入った入った。ホームラン。スリーランホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。スライダーを完璧に捉えました。6対2、ジャイアンツリードを4点に広げます。リプレイをご覧ください。右バッターボックスには長嶋。今日はここまで3打数1安打。投げた。ストライク。1球目空振りから見送ってストライク。早くも追い込まれています。投球はこれから3球目。ボール。アウトコース高め。さあ4球目。危ない球。第5球投げた。カーブはボール。第6球を投げた。直球。空振り三振。7回の裏が終わりまして6対2、ジャイアンツ4点勝ち越しです。タイガース、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは真由美。今日はホームランを打っています。さあ次の投球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目。アウトコース低め。チェンジアップ外れてボール。第4球を投げた。インコース低めいっぱい。見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。投げました。変化球ストライク。インローへ。投球これから2球目。バッターの足元。第3球ボール。第4球を投げました。空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第5球投げました。打ちました。ライト前進。高橋取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番バース。今日はここまで3打数ノーヒット。2三振。投げました。初球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました。ストライク。これで追い込みました。第3球を投げた。打った。痛烈な当たり。ヒット。バース、いいバッティングを見せました。山口降板。ここでマウンドに上がったのは石毛。ジャイアンツこれでベンチ入りピッチャーを全て使い切りました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。投げた。直球見送ってストライク。第2球投げた。膝元。ストレートは外れてボール。投げた。打ちました。ファウルボール。第4球を投げた。打った。センター前進。掴んでこれで3アウトになります。タイガースファーストランナー残塁。8回の表が終わって6対2です。8回の裏、ジャイアンツ攻撃に入ります。トップバッターは松井。今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。完全に外れた。ボール。次が4球目。投げました。
低めのボール引っ掛けた。これは打たされてピッチャーフライ。マウンド前方掴みました。これでワンアウトランナーはありません。第1球投げました。アウトコース低めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから打ちました。レフト落下点。これは平凡なレフトフライ。取りました。これで2アウトランナーありません。バッターは7番坂本。第1球投げました。決まってストライク。第2球投げた。外角高め際どい球ボール。投球は3球目投げた。インコース低めストライク。投球これから4球目ボール。次は5球目引っ張った。ファールボール。さあ6球目打ちました。いい当たり。ボールはライナーで左中間へ。これはヒットになります。坂本ナイスバッティングです。バッターは8番阿部。今日はここまで3打数2安打。第9ボール。第2球投げた。危ない球。第3球を投げた。打ちました。ファール。第4球を投げた。打った。ファールボール。次は5球目投げました。見逃し三振。8回の裏が終わりまして6対2ジャイアンツ現在4点をリードしています。さあいよいよ9回に入ります。先頭バッターは金本。今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げました。打ちました。ファール。追い込んで第3球を投げました。1つ外してボール。次は4球目投げました。ボール。第5球投げました。ボール。第6球を投げた。打ちました。あっと取れない。金本いいバッティングを見せました。バッターは6番矢野。打った。ファールボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げた。打ちました。投球は3球目投げた。ボール。第4球を投げた。外れた。ボール。投球これから5球目打ちました。ファール。さあ6球目打った。いい当たりだ。ボールはライナーで右中間へ。ヒット。ボールが点々と転がっている。矢野ナイスバッティングです。ピンチを広げています。チャンスをものにできるか。第9投げた。ストレート見送ってストライク。第2球ストレートはボール。インコース低め。第3球を投げました。インロー際どい球ボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。アウトコース高め。縦のスライダー外れてボール。第5球投げました。アウトコース高めいっぱいストライク。次が6球目投げました。打ちました。破ってった。ボールは中継。タイガース点差を3点に縮めました。タイガース見事チャンスをものにしました。先ほどのプレーです。バッターは8番和田。第9投げました。ストレート見送ってストライク。いきなり150キロ。投球これから2球目。2球目空振り。ジャイアンツ内野陣はゲッツー体制。第3球を投げました。ボール。第4球は打ちました。ライナーだ。ライト前ヒット。ライトからセカンドへ。セーフ。2塁はセーフ。和田いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第9投げた。初球から打って、あっとインフィールドフライ。サードグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーはフルベース変わりません。第9投げた。初球空振り。第2球外角ボール。第3球打った。流し打ち。ヒット。
鳥谷三塁回った。続いて二塁ランナーも今ホームイン。タイガースさらに2点を返しました。さあリプレイです。ここまで2安打の赤星、ネクストバッターサークルにはバース。第2球投げた、アウトコース高め、ストライク。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った、痛烈な当たり。ここはしっかり掴みました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。ランナー2人を置いて迎えるバッターはバース。大きな声援が届いています。第2球投げました、打った、レフト前に出る、左中間へのフライですが掴みました。ゲームセット、ジャイアンツ見事勝利を収めました。